今回も玉城佳穂さんにご出演いただいております。よろしくお願いします。いやびっくりしたよ ね前回の話でもだいぶびっくりしてますけど、はい、もう最後正直本当に驚きもしなかったんですよね。本当に今さら何恥ずかしがってたってぐらい。でも普通に考えて前回とんでもないところで、うん、終わったんですけど、うん、バイト先の同僚の前で清水をぶちかましたというところで終わりました。はい、はい、まあ、私のことを好きだったと思うんですけれども、まあ、私の方を見てバイト先に来なくなって来なくなっちゃったんですか。はい、なんだろうね、なんでそんなその、まあ、そのぐらいって言うとあれですけど、ビビるとやっぱ来なくなっちゃうもんなんですかね。まあトラウマになったんじゃないかなって思いますね。はい、ちょうど、まあ、送ってくれる場所が坂道のところでして、私が先を歩いてまして彼が下だったんですけど、その垂れた清水が彼の足にチョロチョロチョロってかかっていくのを見てしまって、私自身が、なるほど、なるほどね、あーって私も、うん、そうそうそう、そこは酔っ払ってるのに覚えてんだね。そうです、その瞬間にさーってね、それは衝撃だったかもしれないですね。いやでも300人の経験の方が衝撃じゃないですか。いや衝撃ですけど、綿棒の方がよっぽど衝撃でしたけど、なんだろう、それを超えてこないから。いや、あともう一個だけ気になったのが、うん、その中学時代のね300人伝説があるんですけど、はい、高校一人っていうじゃないですか、はい、それも全然もうそれだけでそのなんか満足はされたってことなんですか。満足ですね。へ、数じゃないんですね。ではないですね。そういうものなんですね。いや、その一人の方のプレッシャーも半端じゃないですよね。300対1なわけでしょ。確かに腕があるから腕がすごかったんですか。いや、でもドーピンだったので。天才天才クスに天才っているんですか。奇跡の天才説だったかも。でも今考えると私がお付き合いする男性ほとんど同ピンですね。そう考えると好きとかいうわけじゃなくて、ではなく母性が働いたのかなって。そうなんですね。思いますね。だからそれを一から育てたいみたいなところもあったりするんですかね。ですかね。勇気を与えますよね、今の発言は。そうですね。そうですよ。だからずっと同ピンを持っていけばね、チャンスがあるかもしれない。そうですね、今もその母性はどうですか。あ、もう耐えないです。耐えないです。そうですか。本当に年々増してる感じで母性が。そう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 。で、街を歩いたらあの子どっこいなと思ったらうずっとくるものがあるんですか。ありますね。ないものなんですか。ないでしょ。まあ、そうかすると、まとめると優しい人なんだろうね。そうですね。あの、その後ですね、ご結婚されるわけなんですけど、はい、あとご主人に AB 始めるって伝えたら何ておっしゃってました。まあ普通にもう体を打って家族を支えることの何があるかしらって。いや、むしろ行ってこないぐらいだ。そう、頑張れって応援してくれますね。あ、新しい形になるんですね。だからそう思うと小さいことで悩んでる自分が嫌になってきちゃうよね。旦那さんって作品見るんですか。見てます。マジ、見てます、見てます。それはすごいですね。そうですか。旦那さん何て言うんですか。いや、お前俺の時よりお前ちょっとサービスしてんじゃないかみたいな。いや、そういう反応ではなくて、作品は作品の中の佳穂の姿だし、でプライベートではプライベートの顔だしって。もう見てる世界が違うんですね。違うんですね。そのご夫婦での関係は作品を出される前と後では変わりました。全然もう普通にいつも通り毎日。そうなんですね。毎日何がですか。してんすか。やりますね。すごい。すごい素晴らしいご家庭。いや、すごいですね。毎日急にムラッと来たらなんかまたがりたくなるし、なんか来られたら受け入れたくなるしって、日によってやっぱ違うわけで。求める理想の形なんでしょうね。毎日どうですか。ご結婚されたらご主人との関係、はい、どのぐらいが理想ですか。結婚したらもし、なんか亡くなるのが悲しいんで、もう亡くなる、少なくなっていくぐらいだったら、もう最初から週に1回とか2週間に1回とかの方がいいですね。そう、週に1回が少ないっていうことなんですね。
ねえ、でわかんない、どのぐらいのペースで皆さんやってるかわかんないけど、で大いに越したことはないけども、途中からなくすなよっていう。週に1回は多分仲いい方かもしれない。そうですね、そうですよね。いやそれを毎日っていうのはこれは本当に素晴らしいですよ、ね。いやいやそれは本当に。すごい拍手ですよ、これは。これは拍手ですよ。もう一人じゃあいつか生まれる可能性も。そうですね。あ、そうですね、私は5人は欲しいので。へそうなんですね。これがまた楽しみですね。これでねもう10年ぐらいしたらもしかしたらテレビで見るようになる可能性ありますからね。大家族10人とかでね。確かに、うん、オンライン診療はウエストクリニックへ。撮影とプライベートのなんか違いみたいなのありますか？はもちろんあります、うん。撮影中はどちらかというと皆さんもう仕事として本気で取り組んでいるわけで、うん、そこに対し この感情移入というか、ね、そういうのはないんですけれども、プライベートっていうのは本当に濃厚で熱烈じゃないですか、うん、そこの違いかなっていうのは感じますね。はあ、そうなんですね。やっぱ切り替えてやっぱりやるんですね、はい。はあ、いやでもすごいな、毎日やってるからなかなくてすげえなと思って。いろんな忖度が今あれして、源さんどうなんですかって聞かなかったからねさすがですね。宮本さんどうなんですか？宮本さんどうなんですか？おさわざわに予想に任せてくれますか？そうですね。デビューとかってご覧になられますか？はい、見ます、まあ、お褒めいただくコメントももちろん嬉しいんですけれども、うん、トゲのあるコメントもありがたく拝見しております。そんなの見たくなくないですか？いやでもなんでしょうね、十人十色というように、うん、いろんな声が聞けるのが私に、ね、私の一番嬉しいことなので、前世がもう神様とかなんじゃない？本当に神様、前世神様ぐらいで、そんなでかい心で、俺なんてそのエゴさして文句言ってすぐブロックですからね本当ですよ。そうなんだ。そうか、そういう意見も取り入れなきゃね。そうなんです。みなもさんはご覧になりますか？いや、私も見るんですけど、まあそうですね。なんかまあ言ってることは分からんでもないみたいなトゲのあるコメントもあれば、なんかもう明らかになんかにすごい腹が立ってたんだろうなみたいなコメントもあるんで、まあ、そういう時はもうこいつマジでこいつと思いながら、こいつマジで。一緒じゃん、みなこさん同じじゃんでしょ、ね、えそんな風に思えないですよ。デビュー作のレビューにはですね、はい、幼くてとても可愛いし母乳ものではかっこいいですと書き込みがありました。すごいね、出てる見てわかるんだね。なりさん母乳ものいかがですか？俺今そこあえてスルーしたんですよ俺の聞き間違いで会ってくれぐらいの距離でね逃しません。いや逆に母乳物って何なんですか？え、母乳物見ないです。母乳物見ないですよ。好きですよ。何ですか母乳物？母乳物好きなんですよ。そうなんですよ。もう確固たるそのあれなんですね、母乳物ってのがあるんですね。あるんですよ。これ本当に母乳が出られるですね、ものを母乳物って言うんですね。そうですね。先生にも出されてらっしゃる。そうです。あれ本当にあんな勢いで出てるんですか？あ、そうです。あれでももう脱乳して収まってる方なんです。脱乳っていうのは一回出す、子供がもう卒乳してる段階なので、うん、胸に刺激を与えてない状態になるとおのずと止まっていくんですけれども、いまだに止まってなくて。いまだにどういうことなんですか？いまだに止まらない。あの勢いはないですよ、うん、あのピシャーっていう勢いはないんですけど、まだ止まらないんですよね。じゃあもうまさに母乳物を取るならもう今ですもんねそういうことですよね。だからもう今でも母乳物を取れるってことですよね。あ、取れることはあると思うんですけど、あの勢いがやっぱ大事だと。あ、そうですよね。やっぱ勢いあった方がいいですか？母乳物はそうなんですよ。勢いあった方がいいんですよ。勢いあった方がいいんですよ。もうキューって出るんですよ。本当はそうキューって本当に。じゃあ最後に玉城さんの一人組手事情をお伺いしたいんですけど、直近1週間で何回されました？もうほぼ毎日。ちょっといいですか？そうです。今みんな視聴者の皆さんみんな一つ疑問が起きたんですよ今。
毎日旦那さんとされてらっしゃいます。で一人組とも毎日されてるんですか？そうですね。お忙しいですね。時間帯は旦那さんとの時間帯は 何時ぐらいというか夜？そうですね、基本夜なんですけど、うん、なんかあるじゃないですか、男性も朝っちがあるように起きたてがムラついたりとかもあるんですよ。起きて早々一人組手をされる？そうですね。それを毎日欠かさず、うん、とかもありますし、こう2人の営みの後にもっとってなった時に疲れ果てるまでやって寝るとか。いや旦那さんから旦那さんからするとちょっとショックですよね。俺足んなかったみたいな。そういうことではなくて、お互いの体調を見ながらなので、無理はさせたくないし。旦那さん終えられて、いや今日もよかったななんつってちゃんと寝るまで待って、寝たなと思ったら始められるんですか？そうですね。はあ、ちょっとこれすごいですね。ノリさん嫌なんですか、した相手がその後してたら？そんな感じですよね。いや嫌だっていうか、あれっつって、だってご飯をね例えば作ってですよ、はい、食べました、俺が美味しかったっつったのに、あとなんかないかなみたいな感じで、ね、冷蔵庫開け始めたら、ね、満足してない？今の俺の。そんなんじゃないよね。その例えは分からんでもないですよね。分からんでもないでしょ。おかずは何でされますか？おかずなんですけど、女性の体って排卵期、黄体期ってこういう感じであるんですけど、その時によって興奮度合いが違ってて、私自身なんですけど、もう排卵期ってもう一番興奮してる状態なので、そうそう、激しめのものを見たりとかするし、黄体期になるとねっとり系の、本当に女性用エイみたいな感じの優しい系を見たり。そういうもんなの？そうしますね。音楽とかと近い感じなんですかね、それなんかこう、今の気分はゆっくりなやつを聞きたいとか、そういうことなんだろうね。違うじゃないですか。何？ちょっと違うじゃないですか。俺もなんかみんなの反応したら違うんだろうなって。大丈夫です、ちゃんと使ってあげますから。いいの使わなくて。あ、そう。だから逆に言ったら、おかずを見れば今どんな状態なんだなって旦那さん分かるんだろうね。ああ、分かるかもしれないです。勝負下着のコーナー、何でしたっけ？何で聞くんだっけ？いいですよ、どうぞ。勝負下着教えて。やりますよ、これはもう。そうなんですよ、一軒家で俺の仕事だと思って今ね。勝負下着っていうのはプライベートでお持ちなのって、どんなので、今日はやるぞって時はどんな下着を履かれるんですか？ああ、ティーバッグとか、紐とか、ちょっといかついものにしますね。いかつめで、こんな感じですよ、うん、私ってことですもんね。そう、お尻をね、強調するものをつけますね。なんでですか？お尻の方が私の体のボディラインの中で目立つので、逆に目立たせて迫りますね。はあ、そういうもんなんですね。そうやって自分でどうやって見せればいいかが分かってるもんなんですね。なんかすごい早口になってるから。興奮しちゃってよかったですね、いつか息子に見せないとね。息子に見せないとお父さん立派だろうすな。あっという間。では最後に、おしっこをかけてしまったと思いしていた彼にメッセージをお願いいたします。あの時は本当にすみませんでした。もう今でも元気にされてますか？どんなビデオレターだよこんな。本日のゲストは玉城かほさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。